お、来てくれたの。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約の。変な格好？お日様ってあったかいね。どうしたの？もっと遊ぼう。ねえ、いいでしょ？私もくすぐってあげる。どうしたの？ガキどもめ！勝利のクイーン！容赦はしない！行かないって決めたから！ごめんなさい。こんな格好初めて。誘ってくれないの？うるさい。すいません、ゴブリンどもめ！おたけびか、それもいい。僕だって、勝つために。どうだ、かないと。だから、まだ残響が生じているぞ。君と僕の絆の勝。くしゃ。それは我が輩にとってまさしく女神の息吹だった。あの瞬間、我が輩はまさしく世界につながった。くはははははは。感じる、感じるぞ。我が右手に宿りし闇の剣の王、鬼神をも平伏させる漆黒の破壊獣が荒ぶっている。早くニエを捧げよと。哀れな女神の息吹に内包された黒き獣に心を蝕まれてしまったか。いや、それも仕方なきこと。我が輩と違い、彼女はまだ若すぎるゆえ。ウィネッチ、逆に新しいって。彼女も闇を従いきれなかったか。無理もない。恋に焦がれるマドモアゼルはその輝きと引き換えにその目を閉ざされてしまうものゆえに。だがこのまま手をこまねいていては誇り高きアルミラージの名折れ。キョー！な、何さてめえ。我が輩はアルミラージ、それ以上でもそれ以下でもない。貴様、我を闇を従いし星の意志の行使者としての狼藉か。すべてはラ・ヨダソース・ティアーンなの御心のままに。まさか貴様は。ああ、本来であれば二人とも救いたかったが、まずはこちらのマドマーゼルだけもらっていく。ヒオギ、ケーブル踏みつけ切断。いやー、ワンちゃん無理。
そうして我が輩は霊を連れて一度戦線離脱を果たした。次の好機を待つために。あるる強い。強さとは力でも魔力でもない。だとすれば我が輩は強くなどないのだよ、ウィン。よくわかんないけどかっこいい。ちょっと待ってください。私はそんなことになってたのですか。気にするな。すべては闇の波動ゆえのこと。たとえマドマーゼルが錯乱してピエンとか、ひよってるやついるとか申していたとしても、我が輩は聞いておらぬ。いやあ、私たちは何を見せられてるんでしょう。さあ